ララです。今日も大の大冒険の感想、喋っていきたいと思います。今日は75話が放送されました。75話皆さん見ましたでしょうか？えっ、ー、と75話まだ見てないよ。って方はね。ネタバレしまくるので、えっ、ー、と見ないようにしてください。本当にホヤホヤの今も見終わったところなので、このホヤホヤの感想をですね。皆さんに伝えていきたいなと思います。まあ、最初はあのヒュンケルがシンガリを務めるシーンから始まるんですけど、もう。いい。 お前の力の底が見えたって言ってアバン先生に言ってあのそのシーンから始まるんですけどこうレオナがあのポップにあなたも一度やったじゃないの龍騎衆との戦いの時にっていうところあるじゃないですかあれあこれアニメの感想でもなんでもなくて大々の感想なんですけど <laughs> あれが自分レオナはその時気づけなかったことを後悔してると思うんですよねクロコダインと二人でバランと戦ってる時に引っ張ったいっちゃった罰かもねみたいなことを言うんですけど 自分ががその時気づけなかったことに対して後悔があるんだなと思ったんですよだからあのすぐに気づいたヒュンケルが何をしようとしてるのかすぐに気づいたっていうのはそういうところがあるのかなと思うし逆にポップがその子供扱いされる辛さで、まあ、もちろんねヒュンケルって21歳でポップは15歳なのであ10うん15歳だよね15歳なので21と15って今でも全然感覚違うじゃないですか。やっぱ中学生と 大学生だからもう全然違いますよねだけどなんか子供扱いされる辛さ大事なことを共有してもらえなかった辛さってあると思うんで,でそれがそれを自分は分からないままやってたんだってことにポップは気づいたのかなっていうポップは以前に自分が琉球との戦いの時にそれをやっててレオナたちに同じ思いをさせてるんですよね。ああのの時メルルにに私ポップさん嫌嫌いいですななたたりましたって言われてるんですよ。 めっちゃ泣きながらでも本当はそうじゃなかったからきっとメルルもなんであの時ポップのこと信じられなかったんだろうってすごい思ったと思うし自分が今それをヒュンケルに対して感じたことによって自分がやったことの,そのどう人に思わせたかっていうことをポップは学べたんじゃないかなっていうふうに、まあ、あのアニメを見て改めて感じました。であのヒュンケルが敵がバーってヒュンケルのとこに来て「ヒュンケル!」って言ったところこうやりましたよね。 こうやりましたよねヒュンケルあれ漫画だとさこうじゃなかったですかえサムズアップになってると思ってあれ何で変えたんだろうなって全然あの理由私分かんないんですけどあえ変わってると思ってなんかこれを想像して見てたらこうなってたんでえ何今今の子供たちにはこれは通じないみたいなそれともこれになんか別の意味があるこっちのが普通になんか馴染み深いからみたいな分かんないんですけどえ変わってると思って。 これを期待して見て見た人いませんか絶対いると思うんですよね。エピースじゃないいんだみたいなで、えっと、ヒュンケルバーって敵に襲われてであのアニメだとすごい思うのが敵かわいい <laughs> あのやっぱドラクエって5以降敵が仲間になるしやっぱりその鳥山先生デザインの愛らしさがあるし愛着が湧いてるじゃないですかどうしてもモンスターにだから炎の戦士とかかな あのー、可いいからなんかそのフレイザード戦でのフレーム A とかもやめてやめてってなるなんかフレーム A がかわいそうってなっちゃう <laughs> いやあれ漫画でもなりますけどねフレーム A のところは「貴様よくもフレーム A をっていうところねあれは漫画でもなるけどやっぱモンスターに愛着が湧いてるのでなんかアニメで見るとやっぱモンスター可愛くて足場感かんといて芝かんといてっていう気持ちになりました <laughs> でえっとアバン先生が「覇者の秘宝」を使うシーンが今回の漫画にあったんですけど、まあ、全体通してやっぱりアバン先生って賢い人なんだなって思います。あの賢き者なんていうのがね俺には似合わないってマトリフ師匠が言ってましたけどなんかアバン先生こそが賢者だよなってすごく思っててアバン先生はもともとは勇者だったんだけど。 なんか今はちょっと賢者の側面が強いんじゃないかな賢者アバンって感じがしますとても冷静に場を判断しているし大という勇者が現れたことによって自分は勇者である必要がなくて知識とか、まあ、大人だからねあの知恵も大たちよりはよっぽどありますからそういう面で自分が引っ張っていくべきだなって思うその冷静な判断とかだって。 自分は勇者だったんですよ、まあ、もちろんアバン先生ってそういうところ全然ないんだけどなんか普通の感覚で考えると自分が勇者だったのに自分よりも全然すごい,い子供が現れてその子に対する嫉妬も何もなく「子供だから」みたいな気持ちもなく。 自分がその眼鏡って唱えた後に大たちについていくこともできたんだけど、ついていかなかったのって、今の自分じゃ力にならないから、もっと違う力をつけてこないとダメだって思ったわけですよね。それってあの自分の気持ちとかじゃなくて大魔王バーンを倒すという目的のためには、自分は何をすべきかっていうことの。すごい冷静な判断だと思うんですよ。なんか自分の力は及ばない。空とかじゃなくてあ、自分の力もその勇者っていう方面じゃ大。 がが育った方が絶対強いから自分はまた違うところで力をつけてみんなの力にならないとっていう判断ができるアバン先生のその賢さがとても素晴らしいなと思いましたでアバン先生ってずっとあるエピソード全部やっぱ賢いんですよね感情で突っ走っ走たりしないまあでも今アバン先生の漫画の連載されてますけど。 そそそれ読んんんででてててもやっっっっぱそんななななにに感情で突っ走ってるってそんなにないのかなってちょっとあのもう一回読み返そうと思います今よもちゃんと持って読んでるんですけど例えばマームにあの「正義なき力もダメだけど力なき正義も無力なんだよ」っていうことを教える時とかあの時ってだってその今の代々の世界よりも。 6年とか7年とか前の話だと思うから何年か前に戻っても冷静な大人なんですよねアバン先生はそれがすごく私はアバン先生のやっぱ一番の魅力だなって思いますでもアバン先生全体的に完璧なんだよねそのなんかおちょっとおちゃらけることもそうだしあのすごく冷静に状況を判断してあとみんなの気持ちを考えるとかもそうだし完璧なんですよね 結果やっぱり代々は全編通して一番完璧なのはアバン先生だなって思いますやっぱ賢い、うん、賢いんだよなあとその冷静な判断というかその目的のためにはどうしたらいいのかってことを考えていることについては多分次週でも私この話軽くすると思うんですけどもう一個アバン先生めっちゃ賢いなと思うのがあのダイヤの9キルバンが使ったあのダイヤの9炎ブワーってなってる。あれ見て トラマナだって思いつきます <laughs> 私天ン先生がそれやってるからあれにはトラマなが有効なんだなって思うけどいやトラマなだって思いつくドア開けるのはアバカムだなわ分かるけどダイヤのナイン消すのトラマなだっていやまあそれは設定とかねそんな話をしたらあれですけどそれがめっっちゃ賢いなって思うんですよね瞬時にそれをこう引き出せる強さは素晴らしい。 アバン先生がいないとやっぱちょっともう感じがすすごくしますあとやっぱ賢者じゃなくて勇者なんかなって思うシーンはのの洞窟のシーンがアニメでで描かれてたんですよねそのアバン先生がハジャの洞窟を冒険しているシーンあれ、えっと、漫画だと本当にあにヒゲちょっと生えたアバン先生がたいまつ持ってこうあの歩いてるぐらいのシーンだったんですけどギガンテスかなんかを倒すシーンがアニメで追加されてたんですよ描写が。 そのアバン先生の語りとともにあの戦ってるシーンみたいな。ギーがなんか秒で倒してて、え、強ない <laughs> アバン先生めっちゃ強いやん。やっぱ強いんだっていう。だからあの、ダイ君の足元にも及ばないんだけど、ダイが強すぎるだけでアバン先生はめっちゃ強いんだなっていう。ギーがを倒すシーン見て思いましたね。で、あとあのヒュンケルが、 ベラベラ喋ってますけどあのヒュンケルが敵をバーってなぎ倒していくシーンがあったんですけど無双じゃんと思って「ドラゴンクエスト・ヒーローズ」っていうゲームがねあ,のありますけれども大大の大冒険ヒーローロズが出ないですかダメですすかか関係者の方大の大冒険ヒーローズをぜひとも出していただきたいなと思います。 まあでもね代々でそんなにたくさんまあロロイの谷で今あそう来週ロロイの谷のシーンだからすごい楽しみなんですけどロロイの谷でさバーって戦ってるシーンとかってまさに無双っぽいと思うんですけどなんかちょっとなんか代々のキャラクター操作してクロコダイムがちょっと遅いみたいなダンダンみたいな感じでねゲームできたらめっちゃ楽しいんじゃないかなって思いました。でであと最後にアバカムの話なんですけど なんかさアバカムってさ多分ドラクエのゲームやっててあんま使わないんですよね使わない呪文ランキング第1位アバカムぐらいあると思うんですよなんだけど私当もう3歳とかかな4歳とかわかんないですけども意味もよく分からずにドラクエやってた頃にファミコンの3でなぜかアバカム覚えたことかアバカムが使えることが嬉しくてわざわざ鍵持たずにバラモス城かな行って。 入り口のドアをあのアバカメで開けて進んでたら、あのそれを見たお姉ちゃんに MP の無駄遣いすんなって怒られて。<laughs> なんかさ、そうなんの、そうなの、かってるんだけど、アバカメめっちゃ使いたいじゃんって思って、えぇ、ー、って。アバカメ使いたかったのに、でもお姉ちゃん怒るから書き取りに帰ろう。<laughs> ってことがあったので、アバン先生があそこで、 あのめちゃめちゃかっこいいアバカムを使ってくれて私はすごい嬉しいなって思ってます漫画読んだ時も思いました「アバカムこんなかっこよく使ってくれてありがとう」って当時もまだ全然子供だったんですけど漫画読んでた時もでもあのアバカムをかっこよく描いてくれて本当にありがとうございます私の小さい頃の私が報われましたということで75話の感想はそんな感じなんですけど前回の動画にコメントくれてる方がいたのでちょっとあの読みたいと思います まずと、加藤シェロ、シェロ様さんお疲れ様って書いてくれてます。ありがとうございます。ねぎらいの言葉ありがとうございます。ケイ・シッキさんかな。73話のエンディングで泣かない人と僕は仲良くなれなそうです。<laughs> 73話のエンディングは本当に、あの、まあ私アニメずっと見ながら泣いてるんですけど、でももう、応援するぐらい泣きましたね。もう前回の動画、私があの泣き顔、泣き顔復帰顔みたいな感じで。 あの、ね、撮ってるのでわかると思うんですけど七重さんはね本当泣けますよねちょっと皆さんまだ見てない方は見ていただきたいと思いますムンタさん大大愛を感じますあ、大愛を感じました良すぎましたよね愛してるんです大大をもう本当に私漫画めっちゃ読むんですけどもうずっと一番好きな漫画というか一番大事な漫画は大大なのでその愛が伝わってるならとても良かったですありがとうございます PSK0411263 73話すごすぎましたねいやマジでそれなあのエンディングずるいほんとそう73話のエンディングはマジでいいもうこれはアニメが放送が終わっても大々のアニメめっちゃいいよって残ると私は思ってるんですけど73話いいっていう話は残ると思ってますえー、っとランバルさん 建物に熱く語るうららさん。私も見る機会があれば注意したいと思います。そう、あの、バーンパレスの話ね。バーンパレスが建築としてめっちゃ気になるっていう話です。なんか建築の専門家の人とかいたら、マジで話聞きたい。バーンパレス、こんな外観なんですけど、中どうなってると思いますかみたいな。ここ何だと思いますかみたいなのをちょっと聞きたいです。マーニーさん。過去に熱く語ってる動画が好きだったので、感想動画あげてくれて嬉しいです。 ただ時々出てくる文字が白で背景も白でちょっと見づらいので色を変えていただけるとありがたいですすいませんえっとねなんかちょっとねいろんなバランス考えて白にしちゃってるんですけどなんかいい色があったらちょっと変えたいと思いますなんか今はもうすぐにこの動画を出すっていうのが一番の目的なので前の設定のまま書き出しちゃいますけどあの参考にしたいと思いますありがとうございますで大々の,あの熱く語ってる動画好きだったって言ってくれてめっちゃ嬉しいですこれからも大々語っていきたいと思いますマニーさんありがとうございますうんと今さん えー、23は昨日見たんですけどもやばすぎで感動しましたハドラーをあそこまで変えた選手たちともともと持っていたハドラーの真の心の強さと誇りと気持ちに泣いてしまいましたわかる最初の頃のハドラーと最後の頃のハドラー、まあ、絵も全然違うんだけどあの風貌も全然違うしでももうなんかその風貌の違いがなんかその決意の違いというか信念の違いみたいなものが見えてあれあしたのはその大たち それで大と出会ってからのその短い期間が自分の人生だった長い魔族ってめっちゃ長く生きてるはずだからそれでもあの期間が自分の人生だったっていうのは本当はすごいですよね。最後ですえー、っと座黒猫さんアニメの「アバンのメガンテ」の回見てからハドラーの最後を見るとポップとハドラー鼻水垂らしてる2人があんなにもかっこよくなるとは。 えー、今回の不正アクセスで延期の間、子供たちにアバン復活のネタバレを隠してなんとかごまかしましたけど、あんまりびっくりせず、ハドラーがキルバンを攻撃した瞬間が一番驚いてました。あ、お子さんがね、あの、黒猫さんのお子さんがね、確かにあれさ、私も初めて見た時びっくりしたかも。ヘドが出るわーっていうとこね。<laughs> ヘドが出るわつっ,って、そう何度もつまらん邪魔を入れさせんぞ死神っていうシーンですね。 あのこれアニメと違っったらすすいまません漫画版で喋てますけど確かに最初ポップもハドラーも鼻水垂らしてなんか結構あの最初の頃って鼻水垂らしてる描写が多かったんですけどそれが最後涙も蒸発する場所でねあんなかっこいい2人を見せてくれるんですよねいやハドラーがやっぱ「ポップを死なせないでくれ」っていうのすごいよね「大と大と」って「大と戦うんだ大と戦うんだ」んだってずっと言ってきて最後にポップの生を願うっていう。 あポップの素晴らしさが描かれてますよね、本当に。大が立ち上が、あ、涙ですよ。大が立ち上がれたのもポップのおかげだから、あの月夜の散歩ね、あそこのシーンでさ、あれ本当に好きなんですよね。勇者が何だドラゴンの騎士がどうした俺にとって大は大だっていうあのシーンね。 あーということで、えっ、ー、と、75話の感想とコメント返しで、ちょっと長くなりましたけれども、今日も動画見てくださってありがとうございます。あの来週もまた、大の大冒険アニメの感想動画あげたいと思いますので、えー、よかったらチャンネル登録して、そして、あのどっかいつか、まあ、放送終わってからになるのかな、ネタバレがあるとね、あれだから、大の大冒険のことを好きなだけ喋る回みたいな生配信をしたいんですよ。だから、 あのこういう風にやってみんなにコメントもらいながら「いやそのシーンだな」みたいなあ「そのシーンはあれだよね」とか「これは確かにこうだよね」みたいな話をずっとするっていう回をやりたくてあとミュージシャン仲間で大々好きな人もいるのでそういう人をゲストに呼んで語るとか本当に大の大冒険好きな人で輪を作っていって私はたくさん喋りたいんですよもうそれが今までずっと叶わなかったんですよね世代的にあんまり大の大冒険を読んでる人が周りにいなくて自分よりもやっぱ少し上の世代が大の大冒険のリアル世代なんで。 あの私もお姉ちゃんが年の離れたお姉ちゃんが読んでて知って,る知ってたからそのあんまりこうみんなと語る機会がなかったんですよねで自分だけで好きっていう気持ちをずっと抱えたまま生きてきてそれがやっとここに来て放出できるようになったんで。あの 大の大冒険の話をしたい人で集まってたくさん話す、そんなことそんな生配信をやりたいなと思ってるので、いつかそれが実現するように大々好きな人がどんどんこの動画に集まってきてくれていたらいいなと思います。なのでチャンネル登録とかぜひやって、えー、これからも楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで以上、うららでした。また来週もお会いしましょう。